今年5月で任期が切れる。日本経団連の三田来会長は、公認に住友科学の米倉博政会長を当てる人事を発表しました。国際性豊かな人であります。経団連の活動にですね、非常に熱心に貢献された方でありまして、この活動をですね、熟知しております。 経団連の会長人事をめぐっては多額の経費がかかる財界活動に専念することに難色を示す候補者が多く人選が難航していました内定した住友化学の米倉会長は現在経団連でナンバー2の評議委員会議長を務め国際派として知られています住友化学はサウジアラビアに巨大な石油化学プラントを建設し海外事業を拡大してきました 5月の総会で正式に就任しますが、財閥系企業からは初めての経団連会長となります。デフレ不況や政権交代など環境が大きく変化する中、経済界の顔として強力なリーダーシップが求められます。